喋ってるかだけ分かんなくなったら困るんで、うん、本当動画の音声は切るんで音声は入んないです。始まってますかこれ。今始まってるけど、うん、音声は切れるから前側は、うん、カウントダウンで、うん、どうも山本元気をてなんとかチャンネルいきます。じゃあ5、4、3、2、1。はい、というわけで AACA の動画の解説2回目を行っていきたいと思います。今回はスペシャルなゲストに来ていただきました。はい、山本元気と、はい、チーム今日畑中祐介です。あとは、あとはもっとスペシャル、もっとスペシャルな二人だけですよ今日。いや、わかんないから声じゃ、もう誰か声じゃわかんないから。竹山康介です。はい、はい、あともう一人、じゃあ後で、まあ後で悩さない小石優馬です。最初から事故っすよ、ここ、ね、はい、小石優馬です。はい、小石優馬選手、はい、空港であったんで無理やり出てもらってます。よろしくお願いします。はい、いやでもやっとついに元気さんのチャンネルに出れましたよ、私。そうですよ、全くね、本当に、うん、ちょ感謝してください、畑中さん。そうだな、出たくて出たくて仕方なかった。畑中さんもだいぶ言ってましたよね、その、うん、出たい出たいっていうのも前々から。そうそう、あと徳田誕生チャンネルとね、はい、あの山本元気他のチャンネルはいいんで。あ、でも素敵なことですね、そうやって。ちなみに元気さん、これチャンネル登録者数は今3600。ああ、まあ結構多いです、ね、結構多いです、個人としてはね。はい、個人としては、うん、まあ自分は、再生ボタン欲しいんでね。10万とか銀の10万いけば再生、じゃあ今回でバズる予定なんで、うん、そうですね、小石選手が絶対面白い話してくれるんで、うん、一気にもう今日で10万いくかもしれない。そう、それはない。あれ編集カットするかどうかのもう瀬戸際じゃないですか。で、まあ、ちなみに関係性言ってた方がいいですかね、先に。そう、元気さんとここの、そうですね、はい、小石とは日本の時に2年間、うん、まあコンチネンタルの方はその3年間、うん、3年間か、一緒に釜の飯を食った仲良くっていう感じですね。畑中さんとは年齢がね離れてるからね。だから俺がエリート選手の時にアンダーの日本代表で台湾行ったりした。ああ、あれがグダグダの動画撮りましたよね。え、何それ。こんなパチパチやってこんなんやるときにグダグダになったっていう、全く覚えてない。じゃあその頃からちょっと、うん、収録に関してはエピソードがあるとかですか。いや、覚えてないです。あのレースはだってほらチーム総合優勝した。あ、確かに確かに確かに、そうそう、結構うまくいったレースで、ツード対アン、台湾、台湾、西谷さんも言ってましたね。そうそう、で個人総合4位取って最後それをみんなで守るっつって、でエリートは西谷畑中だけだったから、うん、他ね、うん、早川とか元気と、あとはね、大学生、そうそうそう、中尾さん、あれね、彼ね確か全国大会1個勝ったんだよね。インカレ勝ちました、ね、インカレ勝って呼ばれて、順天堂の方、そう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 、でね、彼面白かったのはプロ志望じゃなかったんだよね、はい、だけどあの経験として来たいっつって選んでもらって、で元気とか、まあ、プロ志望、早川もプロ志望ってもらって、はい、でその中でエリートの畑中西谷だけっていう面白い大選手だったね。最近あんまないっすね、そういう組み合わせって。あの時も俺の認識としてはもうね、ツールで北海道勝った山本元気選手っていう認識はあったけど、でもやっぱり誰だこれって感じですよね。え、ガンタンクみたいな。そうだね。当時の元気さんすごい体型とすごいポジションで、今とそんな違う？めっちゃ違う。ポジションはもう下げて引いてたんでやばかったし、サドルもっと低かったですよね。あのシートポストが何センチ、あんま出ない、1センチくらい、うん、それは何で変わったの、経験それとも年齢。身長伸びたんじゃないですか。いや、やろ。ヨーロッパ行って、やっぱ、フィッティングとか上げないとしんどいって感じですね。パワーが出ないから。じゃあ年齢じゃなくて経験として。経験ですね。なるほどね。あと、そうそう、あと竹山くんとの関係性を。うん、まあそこまで、付き合い長くないんで、全然。そうですね。自分も JPT だったり、こういう協会に入ってきたら、付き合い3日くらいですか。3日くらい、もう3日もないから。でも一応、まあ国体でね、一種の県登録で、三重県登録してるんで、まあ、これから多分いろいろ増えていくのかなっていうような感じです。だからまあ、知らない感じではなくて全員面識ありますし、まあ、むしろ仲いいっていうぐらい、マブダチですね、特に畑中さんとは。マブ勝手
手にそう思われてるんですね。なんでそうだったの？一方的に。何がですか？なんで一方的に。一緒のチームでやったことないじゃん。ないですね。日の丸背負って走ってたじゃないですか。日の丸背負ってアジア選手権とかね、めちゃくちゃ勝ってるね。はい。ちょっと畑中さんの関係性結構謎っすよね。確かに。そこまで深くないはずなのに。でもアジアツアーとかでね、キナントチーム協とか、まあ、俺が島の時代とかも。確かに。ですね。チーム被ってないですし。小石選手とだけ被ってる。小石だけ被ってる感じですね。こうやって考えると、プロとの中の関係性って結構面白いよね。そういうところを今回はちょっとプッシュしていきたいって感じですね。レースの実況はほぼやらずに。確かに。ただの映像ってことで。映像そう。綺麗に撮ってた。だから、映像見たい人は多分ミュートにしてみると思うんで、映像。なるほど。だからさ、はい、選手の関係性って確かにみんな知らないもんね。そうですね。なんか結構そのファンの人とかからしたら、うん、なんかもうバチバチで会ったりしても全然喋んないとか、そういうふうに思ってたりとかするんで、なんかその、ね、仲いい選手とかいるんですかっていう質問結構ありますし。最近、そういう、その本当にバチバチって少ないよね、プロとの。です。リーダー争ってるとか、ね、だからその時々ではあるんですよ。ある。でもそれってそのさ、その瞬間だけ憎しみとかじゃないじゃん。そのレースの関係性として、その立場があるから、ぶつかる、対立するって感じだけで、まあ、基本的に、まあ変な人は多いですけど、変わった人はそう。俺見ながら言う。そうですね。だいぶ畑中さん変わった。おい、お前今、音声で入ってないけど、目で訴えてきてさ、畑中さんがみたいな感じ。変な人は多いですけど、中が、まあ一部にはその、まあ、特定の誰々は仲悪いとかありますけど、だってさ、基本的には、うん、アジアツアーとか言ったら助け合わなきゃさ、確かにあ、だって俺、元気とかにさ、はい、あの、アジア、タイでさ、はい、元気持たずに走ってるんですかって言われてさ、ありましたね、そのエピソードも。なんかもう山の中で遅れて、もし本当にチームカーとか置いてかれたら生きるために、焦点行けないですよ、ね。で、畑中さん、僕元気あるから離れないでください、わかったっつってさ、結果、あれは確かに。ゴールまで焦点一個もなくて、元気に使えなくて。逆なんですけど。でもね、その中でボトルをさ、あの、避難のチームカーから俺らがもらったり、うん、逆もあったりして、うん、まあそういう関係性がね、他のチームともあるから。確かにアジアを回ってるチーム同士ってなると、やっぱ結束的な部分は濃いかもしれない、ね。そしたら死んじゃうから。本当に。あとはその結構選手の入れ替わりもあるんで、あ、そうか。っていうところですよね。うん、去年まで。チームメイトが。そう。確かに。そのとは自分と畑中さんでナショナルチームで一緒に行ったりとかもありますし、っていう感じですよね。そうだね。うん。だから、タカちゃんの子でもそれにしては馴染んでるね、いきなりね。まあ、畑中さんとはもう、自分もやっぱ、ハッチマブーみたい。マブー超いいですね。いくつの差だよ。逆に言うと、今この状況からアウェーなのは自分だけのはずなんですよね。今日元気だけチーム違うわけじゃないですか。さっき一緒に飯食っとったよ。まあ、一緒にうまい。夕飯食っとるやないか。だから、そういうことですよね。そうだね。よくわかんないですけど。でもさ、沖縄合宿とかで一緒になったりして、一緒に走ったりとか。だってホテルみんな一緒ですもんね。そうだね。まあでもヨーロッパとかでもそうですよね。そうそう。カラフルね、みんな違うジャージ、地方別でね、練習したりしてる。コーストレーニングとかも。行く場所だってそんなないですもんね、世界中。限られてる練習場所が。自分まともにヨーロッパの経験ないですけど、やっぱ、なんかフランスの山奥で偶然会ったなんて言うと結構やっぱ嬉しいもんなんですかね。山奥では会わない。なかなか分かんない分かんない。どういう環境かっていうのも今一番。俺でもあのスペインの山の中で立派な集団に会って。ええ。え？向こうもええ。ああ、そういうのもあるんですね。スペインで、そう、それこそカルペで、チームの強ジャージ着てるやつ見たことあります。それ俺らじゃないもしかして。じゃあ、違うスペイン人2人した。ああ、なるほどね。誰かは分からん。処理つながりやね。やっぱでもちょっと嬉しいですよね。なんか知ってるものを全然なんか日本とは関係ない場所で見るっていう。そうだね。ちなみにこの動画なんですけど、うん、基本的に2秒3秒黙ってしまうと自己動画になります。基本的には喋ってないとみんな。シーンってなった瞬間に、あれってなるんで。あ、2秒でもやっぱそうなの。やっぱそうですね。さすが YouTuber としても絶大な人気を誇ってる。じゃあ一回3秒間黙りましょうよ。じゃあ誰得スクリーンがいるんですか自己認定されたい。まあでも畑中さんもね、YouTube に参入しようと。してるんだけどね。してるんですよ。あるんすか畑中チャンネル。やめろよ。登録者数バレるから。バレるから。登録者数去年10人だったけど6人になって。減ってるやないかい。なんで減ってるやないかい。
ちなみにね、あの本当にマジ公的な場に出したことないから、はい、あのこのまま行きたいと思います。ほぼプライベートな、いや、プライベートみたいな。プライベートっつったらなんかまるで裏でやってるみたいじゃんね。ちゃうねちゃうね。5年前に1本上げて、その後放置して、あのアクセスの仕方が分かんなくなってます。自分のパスワード分かんないです。え、Google のアカウントじゃないですか？そうかな、まあ、あ、パスワードもそう。リンクしてるんじゃないですかね。じゃあちょっと、そろそろ、始めたいと思います。マジですか？もう嘘です、嘘です。結構でも最近、畑中さん、かなりカメラ回してますね。いや、なんかさ、やっぱ時代が変わってさ、はい、やっぱり、この間他の人のね、他の人が最近、ほら、はいはい、自粛期間中にさ、インスタライブとか結構出たんだけど、もともとシエルボとか、あとニッポで走ってたあの山下選手、元山下選手のチャンネルに出たんだけど、彼のとも一緒のチームで走ったことないけど仲良くて、はい、走ってたんだけど、昔ね、イタリアの山奥で大門さんに置いてからで、2人で風邪ひいて、イタリアの山奥で1週間一緒に生活した仲だから、はい、その話しようかなと思って、写真探したんだけど、昔の写真って結構ないよね。でそれ確かに。で、あんな面白いことで、それこそさ、元気とさ、台湾でさ、はい、イエーイみたいなやった写真もないじゃん。そういうのってさ、あん時はなんか感じなかったけど、ちょっと年取ってきて、なんかああいうのもあったら、面白いなと思って。形に残してたらなって。で、今この YouTube とかで元気とかやってるし、はい、まあ、動画、今、車載、ね、カメラも許可されてて、うちのチームも、許可をもらってレースで使ったりしてるんだけど。うん、今日、ちなみに、広島の、これ何でしたっけ、西日本ロードクラシックでしたっけ、うんうん、で、終わった後の収録になっています、うん、はい、今日は暑かったね。暑かったですね、本当に。今日も、今日はうちのチームカメラ使ってない。そうです、昨日僕前後に使いました。1日目だけ使ってました。ダブルヘッダー、増田さんが撮ってたんで、自分後ろでピースしてたんですよ。あ、そういうのもね、なんかいい。ちょっと見つけると反応したくなっちゃいますよね。学者映像とかもね、勘弁してほしいですけどね。ああいうと結構カットするみたいですね、やっぱり。まあまあ、炎上とかでもするんで。誰か、ね、いけないから、ないときもあるからね、レースとか。ちなみに今日僕、こけてるから。全く怪我してないんだけど、元気ですね。ヘルメットと上下ジャージとシューズカバーと手袋を破けて、体一切怪我ないです。こういうことも。機材に守られてるってことですね。ポジティブに捉えれば。そうそう、はい、というわけで今回はもう終わります。唐突ですが。完全な雑談になってしまいました。では、それではまた次回の動画でよろしくお願いします。チャンネル登録と高評価お願いします。ポイ選手、バイバーイ。バイバーイって。バイバーイ。最後、元気さんチキるところで終わりたいですね、これ。あ、あ。それ